整えていきましょうか、はい、消毒タイム消毒タイム、ね、待って、その前に自己紹介しよう。最初はグーじゃんけんぽい、はい、こうでしょう、はい、おまけだ、またウィズアップ、またウィズアップ、ウィズアップ、ウェビアップ、ウェビアップ、ウェビアップ、また間違えていく、ウェビアップね、はいはい、あ、待って、俺勝ったっけ今。そうだよ。どうしよう、どうしよう、マジでもうちょっとダメだ。ポンポン行こう、ナナ君からじゃん。憂鬱になってきた。今日は髪型チェンジしてます、鈴木亜です。イエーイ。そしてヨウ君、前髪ずっと伸ばしてます、よろしくお願いします。メグちゃん、今日私も耳かけにしてます、メグです。グッサン、昨日切りました、グッサンです。イエーイ。僕も先週切りました、高松です。ビールズしろ、お願いします。綺麗にね、綺麗に髪の話題でまとめていく、うん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。小泉さん。ああ、こんばんは、こんばんは。どうもどうも。こんなことやっております。さてさてさて、多分ね、配信には入ってなかったと思うんですけど、どうやら七太郎がハンマーソーグと痛みの塔を歌えるということで、そうなんですよ。はい。ローテーションして、はい。ちょうど私もね、お花摘みに行きたかったから、消毒しながらちょっとじゃあ整えていきましょう。その間じゃあ、はい、グッサンが一、はい、人で繋いでくれるやつね。頑張れ。おー、はい、そっか。どうしよっかな。何の話しようかな。なるほど。そう、今 BGM もねかかってるんですけど、シャインフォーエバーさんの曲なんですよね、これね。そう、 BGM、 そう、 BGM って配信に入って、若干入ってる。なるほど。第2第4金曜日ですか、通常営業中はちょくちょく僕も来てまして、実際にレギュラーの時なんかもね、1曲目社員さんの曲やらせてもらったりとかしてるんですけど、メンバーが今何人になったんですか。15とか、14名今いらっしゃるみたいな。まあ、14名アイドルがいたらね、それはその中から誰が好きっていうのはなんとなく思うわけで、これ配信で流していいか分かんないですけど、僕はユウさんが好きなんですけどねホームページ見ていただいて確認していただけたらと。男性の方はそうですね、ホームページ社員さんのやつ見ていただいて誰がいいかなっていう。エリーさんなんかもいいですね、僕結構好きですね。あとチェリーさんね。ちょっとグッサン、15名ですよ。いやいや、高松さんが言ったんじゃん、14って。あ、15名ですか。なるほど。エリーさんなんかね、結構お酒好きで、そうですね、めちゃめちゃ人飲んでますけどね。そう、ユウさん推しの人がいたらぜひね、一緒に僕もT シャツを買いたいんですけど。小泉さん、チェリーさん推しですから。あ、チェリーさん推しですか。なるほど。同担拒否という概念はない。スイッチ、マイクのスイッチ。同担拒否、そう。あー、なるほど、ね、そういうのあんのか。あるある。まあ私全然ね、お前ふざけんなよと。カオルくんのやっぱお嫁さんだから、うん、そもそもファンではないので。なるほど。同担拒否はしないんですけど、うん、過激な方ももしかしたら、そっかそっか、いらっしゃるかもしれない。あんまじゃあ言っちゃうとね、もしかしたらね、刺されるかもしれない。あいつ同担じゃんみたいな。ファンは片っ端から消していかないとみたいな。わかんないよ、社員の人たちね、社員のファンの人たちはみんな温厚そうなイメージありますから、ね、そう、ね、金曜日、そう、社員さんのレギュラーの日に来るとね、お客さんめっちゃ面白いんですよ。楽しいでしょ。めちゃめちゃ楽しいんですよ。楽しいんですよ。そうそう、その日基本的に奥さんが、あつこさんが ね、うん、ね、バイトに入ってるから、私は入る機会が ね、なかなかないんだけど、結構ね、何回か通ってるうちに、お兄ちゃんまた来たろみたいな。ファンの人たちで交流が。そう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 、いいね、それ楽しそう。え、なんだっけ、ハンマーソングだっけ、はい、ハンマーソング、そうですね。どんどん高くみたいなやつ。そう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 、合ってる合ってる。ヨウ君は知ってるんだよね。知ってるけど、これ難しくない。難しいやつ。なんだろう、マイクもうちょっと、マイクもうちょっと高くしてもいいよ。いや、これで大丈夫っす。ですか。大丈夫じゃないわ。そうっすよね。
の塔。はい。グッさん知ってる？わかんない。舌打ち出ちゃったね。オッケーオッケー。じゃあ投げキスだからこれ。あ、そういうこと？サンキュー。私にも私にも。検討しておきます。ありがとう。な、7を歌える？桜井和俊。和俊。じゃあ知ってる人初めて。合ってるこれ。合ってる合ってる。え、テンポでくる。今できるよ。いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。誰かが歌うハンマーソング、みんなあんた
様ありさまどちら様。ありがとうございます。ピア。なるほどね、そういう感じ。ピア。ピア。じゃあポジションをチェンジしますので。消毒ね、消毒ね。クラッシュ。七尾が歌うの珍しいね。そうやね。最近ねでも実はちょこちょこ歌ってるんだよ。そうなの？そうそう。ゆうこさんだ、こんばんは。あ、ゆうこさん、こんばんは。ママ。じゃああれかな、僕社員歌おうかな。おお。いいじゃないですか。七太郎消毒シュッ。めっちゃ可愛かった。ごめん。オッケー。オッケーベベね。オッケーベベ。オッケーベベ。あ、小泉さんパチパチパチって。さんこんばんはって来てる、うん、こんばんは、こんばんはです、こんばんはです。あ、すごい、すずめちゃんも喜んでくれてる。やったね、あざみち早見ね、杉陽くんだね。あ、次私、うん、杉陽くん、陽太郎。ちょっと心配だけど、うん、僕もバンプやろっかな。おお、今日バンプの流れになってますね。めぐさんケーキ、めぐさんケーキ、ありがとうございます。ケーキ、ケーキ、娘、ママー、ケーキがいいですね。なるほどな、なるほどなっつって嬉しい嬉しい。まあいいでしょう。あ、すごい、そんなあるんですね。ケーキもあるんだ。こういうケーキがあるんだ。ほんとだ、チョコケーキみたいなのが。ほんとだ、来たね。すごい大きい。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆうこさん、滑るのはいつものことですからね。ええ、あのね、ゆうこさんの時ってレギュラーの時いつも配信してるじゃないですか。はい、そうっすね。初めてその気持ちが、ゆうこさんが何してたかを知るっていうね。そんな感じでやっておりますよ。ヨウタロウ、何やる？ゼロ。ゼロ？何のゼロ？バンプの？ゼロ。ゼロ、どんな曲なんですか？え？ゆったりしてる。パンポージ、あ、ほんとだ。 C メロ曖昧だけどやろう。バンプつながりか、じゃあ考えとこ。え、ファイナルファンタジーのテーマソングじゃん。そうですよ。ゼロ式、零式、あ、零式なんだ。はい、やべ、なんか平式じゃん。零式なるほどね。零式、死とか言うと結構死に起動するよ。そうっすね、たまにね、ありますね。零式ってあれ PSP かなんか。そう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 、そうだよね、超面白いの。そうなんだ。へぇ、ね、あ、もう今日でゴールデンウィーク。あ、最終日ですか？今日までが休みなの？終わる方が多いのかな、多分。多いんじゃないでしょうか。あと最後 2,3 時間ゲームでもやっていただいて。そうですね。最初の1行目の A マイナー無視で、 A マイナーっていうか、G シャープね。 G シャープ1行目無視？ 1 行目っていうか1個だけあるじゃないですか。いいよ、雰囲気で合わせる。はい、い、あれ、私見てるゼロが違う。キーが違うんじゃない、楽器ミーの。わかんないけど、はい、行きましょう。いきます。Thank you.
足音消えた代わりに祈りの歌をそこで炎になるのだろう続くものの灯火に瞳の色は夜の色透明な空と同じ黒確かさに置いていかれて探して見つめすぎたから配られた地図がとても正しくどこかへ体を運んでゆく早すぎる世界ではぐれないように聞かせてただ一つのその名前を終わりまであなたといたいああそれ以外確かな聞かせてただ一つのその名前を間違えた終わりまであなたといたいやそれ以外確かな思いがないここでしか引き換えても守り抜け
その時点でもうファイナルファンタジーっぽい感じっぽいっすよね。イントロとかもうね、なんか曲が良すぎて、その話が来て、で曲が良かったからそれ用に映像作り直したって逸話がすげえかっこいいね。泣けるゲームやってると。あ、そうなの。そう、すげえいいところに流れてくるからキエーってなる。そう、これも七尾とか僕の友達がカラオケで中学生の頃よく歌ってて知った曲ね。そうですね、多分ね。そうで、その時そうファイナルファンタジーやれってやったらもっとよく聞こえるって言われたけど、はいはいはい、やってね。ゴミかすめ霊式ね。そう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 。エースだっけ。あ、いるいる、うん、全部トランプのあれになってる。あ、全部トランプなんだ。そうそうそう、キングとかいるし。よし、じゃあバンプつながりで。お、一曲ああ、いいじゃん。涙で濡れた部屋にプラス3でお願いします。なんかこのさ、はい、ラフメーカーのなんて言うんだろう、登場してくる人物も結構ズーズーしいじゃん。まあね、開けろよみたいな、ね、あ、まあそんな曲じゃないんだけどまあまあまあわかるけどね、うん、ちょっと似てない。何に。え、私に開けて。すごいね、今すずめちゃんがもう食いついてるから、もうすずめちゃんとこっちでね盛り上がる感じの。もうどんなやつ。涙で濡れた部屋にプラス3ね。ただ上げるとわかんないんですよね、私。何上げって言いましたっけ。3上げ。涙で濡れた部屋に違うよね、多分。これ何かの曲だったりするの。何の曲だろう。何の曲でもなさそう。へじゃない。うん、みんなでも割と知ってる有名なやつ、バンプで。いや、そうなんですよ。へ、笑いを作るってこと、ラフメーカーって多分そんな感じでしょうね。へぇ。涙で濡れた部屋にノックの音が転がった。了解です。なんで分かってるかな。あの、一時期フラッシュ動画流行ったじゃないですか。はいはいはい、はい、それでラフメーカーなんか使われてて、うん、私もね、それ系で知った。え、何ブーム。フラッシュ動画。あ、フラッシュ動画。そう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 。あ、YouTube とかないじゃないですか。はい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 、流行ってたね。よいしょ。誰かがこう呼ぶラフメーカー、あんたに笑顔
突きつけてこう言った。あんたの泣き声笑えそう、呆れたがなるほど笑えた。ごめん、俺ハモリ教えてたわな、メロ最後の最後のが正解だわ。そうだよねハモリ教えてたよね、絶対に一人ハモってたよね。だね。あ、金の女子さん、こんばんは。狭いから入れてくれラフェ。そうだね。そうだよね。すごい、みんなで大事故。あれってなっちゃった。はい。すげえハモんの入るとこなかった。そうよね。ハモリの方を主戦で教えてた。私